1945年米軍作成の広島市地図、新城橋と当時の河線が確認できる。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成さ方向へ流れるのが放水路で、その最も左の橋が新城橋。情報中央から左下に流れるのが安川。共鳴版新城橋は、 広島県広島市の大田川に架かる道路橋。広島県道277号古市。広島線筋の橋。もともとは、出雲岩見街道。その後に旧国道183号広島米子線と、国道54号が通る橋で、放水路改修工事に伴い現在のものとなった。上流に、国道183号筋の祇園大橋。下流に、 広島市道岬崎三滝千筋の三滝橋がある。南爪から少し南下すると JR 横川駅にたどり着く。北詰めに放水路工事に伴い移設された新城はじめ里塚と広島市立町田場小学校がある。少し北へ進むと JR 秋町多場駅にたどり着く。最初の架橋年度は不明、雲石街道筋の橋として安川に佳境された。 位置は原橋の少し下流側付近にあたる。1909年に大日本軌道広島支社線が開通、原橋下流側中ほどあたりに、新城橋停留場が作られる。その後、大田川放水路の建設が決定し、1934年、放水路工事が着工。これに伴い1943年10月に、新城橋駅は休止した。 1945年8月6日広島市への原子爆弾投下の際には爆心地から遠かったため被爆せず被害はなかった。しかし横側からの道路は倒壊物で埋まっていて通行不能状態であったためこの橋を渡り北へ避難する者は安川の土手に回ってくるしかなかった。この橋まで来て安心したのかひとまず休息を取る者が多くそのまま二度と動けない者もいた。 戦後、大田川放水路工事が続行、この付近の安川は拡幅され現在の放水路となり、これに伴い1963年10月に、この橋も現在の位置に架橋された。また、1953年に一時二分級国道広島用名護線、1963年には一時、国道54号の橋となっていたが、上流に、 祇園大橋が架橋され1965年、国道はそちらへ移り、ここは県道古市広島線となった。1971年に拡幅工事を行っている。ありがとうございます。